本初のブランドで日本の山岳シーンに合わせた設計です。強度も抜群で1本 204g と初めて軽量で使う方でも扱いやすいです。今回は登山中に持っていると心強いトレッキングポールのメリットと選び方についてお伝えしていきます。はじめまして、エルブルス新宿店の横山です。私も実際山に登っていて今年で登山歴7年目になります。皆さん、登山の際にトレッキングポールは使っていますか？メリットは3つあります。メリットその1は疲労の軽減と怪我の予防です。一般的にはトレッキングポールを使うことによって約 30% の筋肉疲労が軽減できると言われています。筋肉疲労を軽減することによって腰や膝の疲労を軽減する怪我の予防にもつながります。メリットその2、バランスが取りやすくなります。登山ではガレ場や沢の塗装、段差など足場が不安定な箇所が多くあります。両手でバランスを保てるので転倒を防ぐことができます。メリットその3、推進力を得ることができます。推進力を得ることでより快適により登山を楽しむことができます。選ぶ上で押さえておきたいポイントを3つお伝えします。その1、重量です。軽量なカーボンか、お手頃なアルミか。その2、収納方法はこちらの折りたたみ式か伸縮式になっております。その3、操作性です。握り心地や組み立てがポイントとなっております。最初にご紹介するのは最軽量クラス、グリップ L のジェムカーボンとカーボンスーパーライトです。カーボンシャフトは最軽量で1本約 166g、 一般的なアルミのポールは1本 240g と言われています。シンプルで使いやすく、低山や階段の多いハイキングからテント泊や重装登山まであらゆる参考に対応しています。日本初のブランドで日本の山岳シーンに合わせた設計です。次にご紹介するのはレキのマカルーとクレシダ FX カーボン AS です。グリップは最上級の握り心地です。他と比べるとこちらの持ち手の方が断然握りやすくなっています。長時間の参考でも疲れにくく、折りたたみ式はコンパクトに収納できます。アンチショック機能付きで着いた時の衝撃を吸収し疲労を軽減します。最後に紹介するのはグリップ L のラピッドカーボンです。折りたたみ式でコンパクトに収納でき、軽量なカーボンシャフトを使用しています。強度も抜群で1本 204g と初めて軽量で使う方でも扱いやすいです。バッグの中にも収納できて、低山ハイクや旅行先でもトレッキングに大活躍。今回はトレッキングポールの選び方とおすすめ商品のポイントを絞ってご紹介させていただきました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録といいねをお願いします。そしてぜひ店頭までお越しいただき、店頭スタッフにご相談ください。